今年1年なんとか、2月とか3月ぐらいですかね、ちょっとから始めてトラクターに乗ってで田起こししてから、まあ田植えしてでようやく稲刈り、もう稲刈りもほぼほぼ終わったんですけど、今日ちょっとなんかちょっと遅れて、田植えしたところの最後の稲刈りになるんで、ちょっと全然ちょっとバタバタして、ちょっとカメラ回す、まあ、ちょっとコンバインがちょっとカメラ回せれる状況じゃちょっとない、ガタガタしてないんで、まあ、一応ちょっと稲刈りはなんとかしてます。で今日最後なんでちょっとなんかなんとか撮れたらなと思って、一応ちょっと最後の稲刈り回して撮っていこうかなと思うんで、まあ行きたいなと思います。あとなんかこうちょっと今年1年その農業やってきて思ったのは、本当まあ本当の運が良かったなっていう感じで、まあいろんな方、まあ伊関さんの方なんですけど、伊関さんとかまあ、町のその先輩方々とか、うちの母とか、まあ、家族の方なんですけど、いろんな方がこう後押ししてくれて、まあなんとかここまでいけたなーって、ほんとちょっと感激感動してますね。なかなか僕自分一人の力ではやっぱ絶対できんかったことなんで、まあ本当にありがたいなーって思ってます。なんでまあちょっと今日最後の稲刈り、頑張っていきたいなと思うんで、今から、田んぼの方に行きたいと思います。